おはようございます、村岡です。今回は都から GT 編をお送りしたいと思います。船宿はですね、シマノの福井健三郎さん率いるビッグディッパー号で来ております。今日3日目なんですけど、この後初日から結構ひどい大荒れの展開の中、髪型ひどやっておりますんで、ぜひ、ね、ご覧になっていただければと思います。最高の1本出したいと思います。いやー来たな、2年ぶりのとこからにやってまいりました。まずはウォーミングアップですかね。ガチペンスイマの240、平島ですね。ここは今回持ってきたメインのテスト、37センチぐらいありますが、脱っぽいこの辺を投げていきたいと思います。回っちゃうな、沈んじゃう。ローティングだけですし、やべやべやべ、むず。ちょっとこの手袋が合ってないな。まだまだこれはテストが必要です。いいっすね、トカラって感じ。トカラです。うお、絶景。雨降ってきた飛ばね。うわ、もう音なくなっちゃった。着水の衝撃で割れました。厳しいスタートとなりました。衝撃がね、難しいな設定が。ガチスラで来たいと思います。 R さん使っていただきました、はい、ブルブルルアーで次開発しているものはどんなものがありますか？あのね、あるから一押しですか、村岡さんの一押し。いっぱいある、いっぱい。45種類ぐらい、エクセルの量で45とかを見たことはあるんで、45アイテムぐらい同時並行でやってて、でも多分一番こう出たらアイサムにみんなが使って普通に愛されるだろうなっていうのは、8センチぐらいの新兵、あのザ・スタンダード新兵、でそれから12センチの細身のザ・スタンダード新兵が、まあ誰が使っても、でもそれは今世の中の奥にあるようなルアーと、まあ性能もほとんど一緒でって感じだから、ブルブルが好きな人が使ったらいいかなって感じで、これは面白いなって思うのは、ちょっと今特許申請中なんで言えないんだけど、何かこれどんな動きするのっていうのを作ってるんで、めっちゃそっちの方ですよ。それは実は驚異的な超過を出してて、でマサチャンネルでもだから、あの基本モザイクかけない主義なんで使わないルアーがあって、なるほど。それ気になるっすね。そんなのめっちゃ、それが2つあって、1つは一切出してないし、1つはこの間サワラロケでちょっとどうしても釣りたいなと思って出しちゃったやつが、まだ編集中なんだけどあって、それもそれ特許とかじゃないんだけど、あの形が見えると、うちの会社は遅いので、なんか先に形ができて他社さんが、あこういう形あるんだねって言ったら、先に発売で近くでうちが遅いんで、伏せてるやつがありますね、はい、楽しみですね、結構ね、面が楽しみかな、まあ、あとはガボッツ200とか、まあ、いわゆるスタンダードルアーの、今あるルアーのサイズ違いが続々。ブロイン 60S はいろんな餌ルアーを超えて餌かもしれない。いややばそう、俺はテスト関わってなかったんだけど、ある時の激渋の状況で高橋由志がちょっとどうしてもそこはプロット出してもしょうがないじゃんっていう、ちょっと撮影してるような状況で、でも釣れないんでって出してからの紙っぷり見て、俺も優吾に俺にも1個送ったそんな釣れんだっていうか、だからこれで出したらいいじゃんって言ったのが今年の2月だったのに、まだ詰めてるって言ってたので。それなんかあれですか、ダートさせる、まあダートアクションで、やっぱり60ぐらいになると渓流系の人が、トラウト系の人が使い出すんで、トラウトのアングラーがブルブルも2人いるんで、その人たちに投げると、やっぱりトラウトのメールはに比べてもう少しこの辺が欲しいとか、トラウト止まる性能みたいなのがすごいね。短い距離でどんだけパパ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 
それがまあこのちょうど先週それが会議でこう報告されて、でも2月の段階でこれで出したらいいじゃんって思ったよみたいな話で、さらにそれからトラウトでちょっと飲んでますみたいな話してて、あとスネコン150はすごいわ、すごい、あれはすごかったですね、すごい。130と180があって、180はどっちかといえば平正と陣内と富永が開発して、でもやっぱ130投げてて、シーバスアングラーがもう少し大きくてドンピシャ流せる15、6センチの欲しいよねっていうんで始まったのがスネコン150で、ドンピシャですよ、もう、うん、この秋あまり、もう途中でもうこれでいいからって使うのやめちゃったのがスネコン150、もうすごい、すげえ、あの130、まあ、130を食っちゃうんじゃないかなって気がする。え、アクションは同じような S 字？でも S 字この幅ですよ。ああ、そういうことか。うわー、で、リーディングアクションだけでバンバン、バンバンで、しかもあの、スネコン特有の浮遊感、バンバンって、もうシーバスが狂うの、これはすげえるわ。その浮き上がりやすかさとかも同じような感じ、だから、あのやっぱ130と90もそうなんだけど、やっぱちっちゃいから見えてなかっただけで、150で改めて見たのスネコンはウェイトが5個あって1個も固定されてないのね、で左右ランダムでスイングするじゃない、でも実はやっぱ上下にも S 字を描いてて、それが混ざってこう動いてるのが150だと際立って見えて、でもやっぱそうなるべきなんだよねっていう点で、130見た時に、130も確かにそうやってんだけど幅が小さいんで、そう見え、人間の目では動体視力では見えない、でも150でそのリーディングストップとかグイッて巻いた時のその下からこうトルネードして上がってふわって抜けてふおんとかいうの見てるとこうなんかもう楽しくてしょうがないし、でも実際それを投げてやるともうすぐ釣れるしっていうんでイールがありましたね。すごい飛ぶんですよね当然。あ、ですごい飛ぶの、後方重心にうまくいって、130よりだいぶ、130からそう、スネコは5個ウェイト動くし、あの、ね、投げるためにぶら下げた瞬間にウェイトが移動して今度飛ぶポジションに行くんだけど、飛距離をちょっと阻害してるのが分かって、150、90からそれは入ってるんだけど、150はすごい飛びますね、後方重心ルアーぐらい飛んでいくし、新編と変わらないぐらい飛ぶんで、めっちゃ売れるじゃないですか、だから飛ぶスネコンなんでこれは強いし、130がちょっと食われちゃうから、130を作り直してもいいかなって。あ、なるほど。130初めてスネコンっていうか、あの概念、一個もウェイトが固定されてない、そんなルアーないじゃない世の中で、それで全部が自由に動いた結果、ちっちゃかめっちゃかなんじゃなくて、多分絶対その一定の流れの中で収まろうとする力、だから不安定なものが安定しようとする力を利用して S 字を描けるはずっていうところで試行錯誤で作ったルアーなんで、でも爪切りでなかったのがここまでやれば全部わかるから、130は作り直すかもしれないですね。だから150が最新スネコンコンセプト最新作で、まあスネークコンプレックスってヘビになりたかったみたいなコンセプトでやってるんだけど、なんかヘビを超えつつある。いやもう動かしててこんな楽しいルアーないっていうぐらいです。はい。